えば今日は1台とちゃんと向き合ってあるかないか、うん、ないんだったらじゃあ次みたいな形どうですか。いいと思う。すげえ、よりっこは一本前のチャンスね。おいよし、よし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 、せーの、どうぞ。よっしゃー、きたー。もう殺さねえ。もう上殺さねえ。俺はあ、例えばこれが隣の台しごろ角出て向こうもしごろ角出てとかだったらさすがに前台やってんじゃねって言って押す根拠になるんですけど、はい、この1台だけじゃね分かんないもんね。だからまあいいところは直撃が出てきましたよ。レア子役からのボーナスは当たりますよ。で多分広角じゃないところでもしっかり当たってくれてる。そんなところはちょっとまあ弱茶が落ちてきたところと、通常時のモードがおそらく通常だらけ、あとスイカチャンスゾーンももうちょっと欲しいなと。あーダメか。うーわー、そう。マジで何なんだこれ。チャンス目はやったら固まる現象。またチャンス目で？チャンス目ですね。でここで告知が出ないってことは、なんでこの癖強くない？強い。すごい癖強いなこれ。ありがたいけどね。どこまでハマるか不安だったから。さあ。はいはい。下節の方が強い。お、よお、紫。あ、これ2段階いいよ。1段階か、1段階か。下かなと思います。下だと思う。だったら僕は上手いってことでいいですか。はい。いや、ね、今日は上手いです。よし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 、最低限最低限。あーとっとっとい、これこれ素晴らしい。そうなるとちょっと欲出すんだけど、まあさやかちゃんだからな。感が出たね。偶数強。分かんねえなマジで。閉じない？ダメか。弱い。わあ、
かせないな。あースイカか。だだったら1ゲーム前に引いてたら100乗ってたのに。当選で発生してる全長ゲーム数的にようやくチャンスモードじゃないかと。これで全部青だったらもうどんな引きしてんだって話になるんで、さあね、やっとだよ。本日初でこれで9分の1でスイカが23分の2、弱者が多分後で引くけど、1以下だったらもう僕が今日うまかったからちょっと上っぽく見せちゃったけどっていう。やばいぞ。ダメだ、雰囲気飲まれるな。あ、お。いや、うまい兄さん。今日うまいっすよ。誰もが認める。今日の兄さんはうまい。あぶね、ギリギリ、うまい。よし。最高のホーリークイッテッドをねお見舞いしますよ。最高のホーリークイッテッド。これだと。レアクレアクレアク、シェイ、はいはい、2637ゲーム、うん、で、通常時10回当たったうちの1回はちょっと除外ですけれども、はい、8回が通常モード、1回がチャンスモード、弱者が 114.7 分の1で1以下、はい、で干渉者ダウンフィールド当選が25分の3、はい、で通常ラッシュ1回はあるけどまあ1回じゃんねと、もろもろ加味してやめよう、やめましょう。はい、ということで、パチスロ原彩香が埋まってましたので、もう題名変わっちゃってるじゃないですか。はい、ちょっとお別れでもしようかなと。この絶唱降臨っていう番組でもたくさん思い出が詰まった。いやマジでね、これって勝ってないんだよ。さあ行くぜ。昨日121やめ。元気元気。やる気あるじゃん。いや辛い思い出、まあ、楽しい思い出も辛い思い出も、はい、辛い思い出もたくさんありますよ。割合的に今4分の1しか楽しいことなかった。ねえ。はい。ああそういうことですか。今日はそういう日ですか。最後はいい思い出を。よっしゃ。
1ない。あー、何やってんのマジで。当たっておくれよ。いいよいいよ。もう一回。あー、これは果たして。お、チャンスアップ、チャンスアップ。さあ、ここでさやかちゃん、よしよし、音符。あー、おいただいたろこりゃ。よし、266、1000円追加投資したんで、そうですね、僕間違えてました。これで貸し出しボタン15回です。15回、総投資15,000円で、これでプチだったら汚れが飛べば据え置き、ビッグだったらもうわからない、わからない、まあ、プチで飛ばないのが一番いいんじゃない。ああ、なるほど。あれ見せかかってたの、え、もしかしてみたいな方が打つ理由付けにはなるのかなといったところです。ここだよ。おう、せーの。お、あ、飛ばないね。マジで？やる気がすごいですね。ちょっと待て待て待て。嘘だろ？とてもでやる気です。何これ5-3かよ。マジで？やばいっすね。すごいんだけどこれ。いやー、なんかいつの間にか3枚1000も使ってんだけど、なんで。意味がわからんですけど、何時間頑張ってもんでさ、はい、自分なりにさ、はい、この台あるかないかって押し引きしてさ、はい、ないからやめますって言って2台目これでめっこめこにされたら、マジで何やってんだろう、自己嫌悪なんですけど。まあまあ不安なんだよな。あ、大丈夫かな。あ、オーラないけど。あ、大丈夫そう。あぶねー、よかったよ。強中で当たりました。さあ、ラストチャンスです。ラストチャンスですよ僕ので。おそらく、まあ、タイミング的にもホールで打つ最後のボーナスになると思うんで、今までマジでありがとう。最後の最後にこんな思い出をくれてありがとう。ちょっと裏に入ってるじゃないですか。話すの怖えよ。ダウシュガッガッ。くそが。なんでこの台打ちたいんですか。いや、まあちょっとね、今日あったら愚痴を聞いてもらおうと思って。あやかです。今称号がリュックスの主まで上がったんですよ。常連になりましたね。ごゆっくりお楽しみください。
応あの前回打ってから意外と面白くて僕実はポツポツ打ってるんですけど、はい、いろいろその後情報が出て、はい、ダーウィンのレベルが上がれば上がるほど、はい、ついに設定推測要素が出やすいとかお願いします。そんなのにもなっちゃいまして、とにかく一人に、まあ、一人というかダーウィンのレベルを上げることに意味があるんですね。意味がだから僕は別に原さんを押すとかそういうのじゃないですよ。そうです、設定推測要素をより高めるためにダーウィンをやってるんで。でも今日ずっと僕一日中原さんの名前聞いてた気がするんですけど、マジ、うん、だいぶ気持ち悪いよ俺最初の窓場に打ってるってあの今ね、新兵打ってる時も原さんの話してましたし、原さん空いてる、原さん空いてるかなってずっと僕に原さんの様子を確認させに行ってましたね。でずっとずっと原さんに移行しようとチャンスを伺ってば他の指名局にずっと取られてたんです。そうだね、失礼します、そろそろお時間です。ここで呼ばれるでしょう。おどんな仕事も未来の自分へつながる。チャンスアップ入りましたね。おお。継続。ってことはこれアフターデート。継続。またこういうチャンスも引いて。あ、アフターデートチャンス。全然チャンスアップが入らない。どうしよう、あ、当たってる、当たったラッキー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 、いやーびっくりした。あ、奇数ですよ。はい、おめでとう。さーて返してもらおうか。33,000円返してもらいますよ、はい、本当にもう。あらららら、なんだろうね。お、なんだこれ。あ、落ちた。23。いいじゃない。いいじゃない。100万円ちょっとは取れるかな。さあ174枚取っての継続 50K。 やめろって ただポンちゃん、俺これ仕組み分かったんですけど、ここの引き戻しあれなんですよ、ベルモードとレア役モードが降格状態、いい状態なんで、はい、こういうのを繰り返していくと意外とアフターデッドチャンスいくんですよ。でアフターデッドチャンスで戻すと継続率が上がってることが多くて、あ、例えば今 50% 以上だったのが 66% 以上になるとだから、ここはマジ頑張りどころなの。いや、12択とか無理だし。あー、ダメだったかもしれない。あ、おっしゃ、どうしよう。ピンクだぞ。この後、アフターです。おっしゃ、もしかしたら、もしかするかもしれません。お待たせ。
うわー取れないのかよ。うわー弱い。閉店です。お待たせいたしました。失礼します。ご指名ありがとうございます。あ、ほら、はい、リュックスインフォメーション。1セット目はこういうことあるんですよ。あ、でもリザーブチャンスかな。あ、集中上昇です。シルエットチャレンジは、はい、多分だけど初期ポイントの振り分けが高く振られてる、はい、設定差があるところなんですけど、それが振られてるとだからその青オーラスタート緑オーラスタートみたいな、はい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 、だからアフターデートチャンスに入りやす い, やすい。ここでシルエットチャレンジここでここで強ベルっていうまあこれは別にチャンスのとかじゃないんで、これで青になって緑になってピンクピンクピンク、よし、まあ大抵ここで終わるんだけど、ピンクスタートなんで1個上がったらもう紫、アフターデートチャンス確定になるんで、上がってんだこれ、はい、チャンスオンは行く、チャンスオンというかアフターデートチャンスは行く。でこれもう一個上がったらもう当たるんで、なんなら、はい、いたしまして、あ、これは大丈夫じゃないか、冷却でも何でもないし、よっしゃ当たり、もう遅いね、はい、さあ問題はこれをどう超えるかなんだよな。23、やりながら上げてかなきゃいけない。まあでも200枚取れました、上乗せというかあれもあって、これ当たったら、はい、無理やり継続なんですよ。はい、はい、逆転負け、はい、逆転負けですね。でもね、もう原因はもう分かってます、はい、2代目のその二の矢二の矢が打てないですよね、うん、いつの間にか初代の窓ガマギガで追加投資が止まらなくて総投資1551枚で、ラブ城で流したメダルが314枚、はい、ということで、マイナス1237枚です、はい、いやでもこれ本当難しくてさ、例えば一代目なんとかこうしのいで、なんとかしちゃう、はい、まあ、スマートに行くなら多分ノーマルとかなんでしょうけど、はい、そうじゃないじゃないですか、番組企画的にも、そうですね、僕的にもだし、
だって結果さ2時間ぐらい延長してますからね。してますね。2時間ぐらい延長してマイナス増やしてるんですよ。耳がわからない。そうですね。最後だってさ俺も 今ちょっと思い出したんですけど、はい、ショマダのメダルをちょっとこれだけの持ってさ、はい、ジャグラー打つって言ったんですよ。ジャグラー打つって言いました。でもなんかこ もうずっと1日かけて原さん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 ってずっと言ってましたからね。最初ジャグラー打つって言ってたよ。なんでラブリオ打つってんだろうって。もう本当もう意味がわからない。はい、まあ、ということでですね、こちらの番組なんですけれどもニコナナチャンネルの YouTube を盛り上げるべくということで、奮闘しておりますが、絡まっている番組でございます。いやマジで、はい、ニコナナチャンネル側もさ、はい、よく我慢してくれてると思うんですよマジで。だから本当にもう早く報いたいんですよ、はい、だいぶ我慢してくれてると思うんで、はい、もうとっくにはい、いつまでも甘えちゃいけないんでね、恩返し結果を出さないしなきゃいけないんで、これで終わることなく戦いは続きますので、はい、これからもよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。